ギデオン食肉工場ザ・ゲームにて三角様。いやー、ちょっとね、こないだ三角様よりネメシスの方が好きとか言ってたんですけど、いや、本当なのかと思って、あえて三角様をちょっと使うようにしてたら好きになってきました。結局使ってると好きになんだよ。楽しいのよ。ねえ。いるね。不死最高やね。パーク構成ガチガチです。おっと、見えてるよ。そんな、いいんすか？おお、ちょっと、いいんすか、そんな。で、ちょっとこの人連れて行かしてもろて。いや。あ、しっこいってる。今のあれかな。ここに寝てる人とボイルオーバーだと？おお、ボイルオーバーが。ウィー、オッケー。起こした。避ける。読み、オッケー。気持ちよしな。よし、それじゃあ終わりましょう。ちって、当てたいけどな、無理かな。ありがとうございます。よっしゃ。いやー、いいね。めちゃめちゃ気持ちいい感じで罰も決まって。 ありがとうございました。もう一試合やろうぜ。楽しいわ。サイレントヒル、ミッドウィッチ小学校にて三角様でございます。実家じゃん。いいね。 実家来るとテンション上がるわ。でもここ結構板先倒しされたら、罰はな、リスクあるかな。どうなんだろうな。罰打って離れられたら結構リスクあるもんな。ここでやるか。で、お、離れる。で、一発いけるで。よし。あ、フシ便利やよな、何気にな。室内やと意外とかかってくれたりもするしね。ここで。向こう、窓はなし。ここか。あ、ここは、バツチャンスかな。お、だった、いいね。神罰決まりました。適当に打ちました。 うい。これで節が壊れるな。まあ、それはしゃあない。やってる。ダメ。2人当たった。最高。 2人おるね。これ直したいんちゃうか。おぎょ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 。なではるか。はい、よし。いや、これ最高です。早い。オッケー。ね、今の体出してたから倒せないかと思ったんやけどね。倒せるもんなんやな。よっ。んで、これね、絶対こっち側もあるから、こっち側行く。そらそうよね。んで、隣人、強引に救助するのか。うい。よし。オッケー。隣人。しゃあないね。戻るか。みんなで早ね。半持ってくれたから、同じ人を狙うことになったとしても、檻に送れば問題ない。おじいちゃんか。ボール。行こうか。やっぱね、
罰外すとこれぐらい距離離されるからな、リスクあるよな、かなりな。さっき適当に撃ったんが当たったの。いい気になって狙いすぎました。まあでもまだ1台も発電機直ってないし、すごいいいペースです。頑張り。うん、なんか降ってきた、空からの下。ちょっと殴っておきます。これがいいチェーンになる。で、どっちかちょっと狙いたいな。まあおじじかな。おんじおんじおんじ、右行く。まだ浮かない。よし、よっしゃ。おちょっとこれ折り送ってすぐ向かいたい。ギリ間に合う、間に合う、間に合う、間に合う。いや、ガラクタサッパ強いよ。うん、おらんか。あ、ていうか離れたかな、さっきの罰。一発罰当てたからあれやな。警戒してた。まあまあ、でも離れてくれたんであれば、うん、破滅で交代するし、それはそれでいいでしょう。で、檻からの脱出があって、知ってるか。そっちか。ここでやりたいな、おじいちゃんは。そっち行く。行け。取りたか。まあいいわ。よし、オンジ。釣りまーす。どこだ？ん？オンジの釣られ場所は、ここね。いい。で、これでおじいちゃん終わり。いるね。ん？おお。全然見えへんかった、今のレオン。ああ、さすがに受けてくる。倒す。当たらない。おれー、当たった。3度目の正直。向こうの目線見たくなるよな、これ。どんな感じなの。レーザービームがよくわからんとこから飛んでくる。いや、いいね、気持ちいいわ。下手な罰も数打ち当たる、いいですね。いや、今のガラクタの探知復活がいい奇襲になったな。うん、急に信用消えたからよくわからんかったよ。この人おります。はい、よしよしよし。多分発電機あれ回しきるやろうから救助も遅れるし。で、罰ダメか。右に避けるかなって思う。どうで、はあ、罰食らいながらのデッハおもろいよ。あ、倒さない。な、ダメなんか。うーん、今のいったかなと思ったんやけどな。あ、救助した。ちょっと手間取ってると倒さんね。うまいな、ユンジン。いや、マジ苦しす。ちょっと稼がれてるな、こういうので。手間取ってるともう1台ぐらい直っちゃうから。ああ、向こう行くね。戻る。ここでやると、うまい。まだ倒さない。よいしょ、うまんじんやった。ああ、やっと倒した。でも、ちょっと時間かかりすぎたね。うわ、ん、ガラクタ、うん、それはちょっと時間かかりすぎや。2台治る。まあ、残り3人になった時でよかったべ。よし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 。早く早く。間に合うかなー。ああ、間に合わなかった。これ2人でやってんな、多分。OK。1人こっちで。うん、あ、1人かな、わかんねえ。まあ残りんじゃない。こっからちょっとペース上げていこう。
結構罰打つイメージついてそうやから、ちょっとフェイントメインに行くか。こっからでかい、これはでかいよ。で球場行ってるやろうから、ここはちゃんと行こう。左、おしよ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 し、今のは良かったな。球場後避ける読み、うん、まあユンジンでいいか。そしたら半持ってるからね、あの DS 警戒しなくて済む。これは強い。いやーダメか、右行って左に行くかなと思ったけど、やっぱもし全然倒せへんのよな。よし送りまーす、で、どこ行こうかな。あそこやったか、クソ、2階かと思ってんけどな。檻の場所予測で行こうとしたら、いた。ん？ん？今足落としたよな。え？え？神様？今治療してる音したよね。え、神様、神様。わかんねえ、なんだなんだ、音だけする。やばい、俺の耳がおかしくなったのか、目がおかしくなったのか、どっちだ。隠密されてんなぁ。まあいいや。とうとう破滅壊されたけど、それにより場所が分かる。次こそ見つけるべ。あ、いた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 。普通にいたわ。はい、あ、当たるか、クソ。よし。引っかかった。外出る。窓行かれんな。そしてここを直している人がいる。うん、デッドハード。ちょっとあそこバツとくか。 OK、 うん、いないか。あ、いるいるいる。オッケー、よし、オッケー。ここオブジェクトが高いからね、結構ステイン隠しがある程度決まるかなという感じだった。よしよしよし。せんな、ミッドミッチも背の低い障害物と背の高い障害物結構入り乱れてんよ。背の高いところは全隠しでうまくやっていって、背の低いところはワンチャン罰みたいな。そんな感じでやればいいんかな。よっ、残り2人、どこ行った。いいね。おおお、みんなガラクタ警戒めっちゃしてるな。あ、面白い。オッケー、チッチって言ったよ。はい、どこ、分からん。草むら説もあんねんけど、ユンジン結構派手やから見つかると思うねんけどな、草むらおっても。分からん、マジで。隠密の鬼か。いえ。これの鬱陶しさ半端ないよな。ああ、戦争ですかってなるよな。あれ食らったら。そう、そんなにね、
めちゃくちゃ痛手でもないのよ。ただなんかね、その腹立つ度が高い。あれ食らった時は。はいはいはい、戦争ということですね。プッツーンみたいな感じになるよ。触ってる。マジ？いや、この辺おるじゃん、じゃあ。どこじゃん？ユンじゃん。あ、行ってるわ。無理か。ってことはやっぱ草むらとかに隠れてたんやろな、今の感じやと。じゃあこれで終わらそう、さすがに。 OK、 レハ、よし、 OK、 ズガンんで、よし、ラストユンジン。さあ、ラストガールスタンディング。もうなんもないよ。だいぶ板もつきたよ。そっちもなんもないよ。うん、ハッチしかないよ。当てる。ん？開いた。あ、動くか。最後は罰で決めるって思ってんけど、まあ、そこまで近づいてくるならば行くわ。よっしゃ、よーし、 GG。 というわけで、いやー、実家で勝てた。いい感じやね。いやー、楽しいわ。三角様。めちゃくちゃ普通のパーク構成なんですけれどもね。三角様最近気に入ってきたので、三角様で変な構成もやっていきたいな。ちょ、三角様ね、なんか三角様の能力に合ったなんか変なパーク構成みたいなのがね、あんま思いつかへんねんな。言うて板ぐるで貫通攻撃できますよっていう普通の途方に感あるし、檻に合ったパークって特にないよな。バベチリがあってんよな。檻に入れてもう一人釣れればバベチリで檻の中に入った人見えるからさ。バベチリっていう感じでございました。いや、いい罰がたくさん決まりまして、前半ね、良かったです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。